なんかさ、まさか、あれ？はい、そうか。うわぁ、フグでした。フグです。あれか、どうやら大村さんが来たみたいですよ。どうやら大村さんに何やらいい魚がヒットしたみたいです。これ何すか。どうやら大村さんに何かいい魚が、これはアサゴシですか。ミニサゴシです。あ、でもまあまあ塩焼きにしたら美味しそうな感じですよね。大村さんがね、やりました。11グラムのメタルジグでしたっけ。そうですね、ピースウェイ。表層ヒョロヒョロで。表層ヒョロヒョロで来ました。あ、僕もちょっとやってみようかな。ちょっと表層じゃないですね、ボラが回ってるから、上の魚をね。なるほど、なるほど。はい。サゴシですよね。ほどですね。というわけで大村さんがね、結構このサーフでサゴシ出ましたんでね、私もお得意みたいですね。なんだっけな、そこ。あー、バレた。クソ、来たんですけどね、バレた。今来たんですけどね、バレましたね。私にもついになんかしましたよ。さあ、なんやろね、またフグという音かもしれませんが、来ましたよ、なんか来た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 。さあ、なんだ、おっ、来た、サゴシだ、来たー、サゴシだー。なんだね、サゴシ来ました。サゴシですね。20g のサムライジグという、ジグでね、来ました。ちょっとね、美味しそうなんで塩焼きにして食べようかなと思います。よいしょ。来ましたね。よし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 。ダッツだこりゃ。ダッツだ。でか。でかいやつ出しました。でけー。これすげえわ、でかい、めっちゃでかい。
うーわこれ、ダッツですわ。夏でかい。ネギが釣れた。またフグだ。はい、じゃあ、メタル丸 19g にルアーチェンジします。ちょっとボトムにやってみましょうかね。なんだこれは。メタルマリで来ました。なんかフグっぽい気がする。フグっぽい気がする。これフグか。フグの可能性が高い。これはフグだな。これうーわ、やっぱりフグでした。これめっちゃフグ釣れますよ。これなんだ。これもフグか。これはなんだ。フグにしてちょっと引きが強いような気もするけど、フグにしてちょっと引きが強いか。でもフグっぽいな。これもフグか。これもフグだ。フグの活性がものすごい高い。あ、これは、あ、エソか。エソでした。メタルジグでエソでーす。来た。なんかシャイク来ましたよ。またフグかな。なんかフグっぽい感じもするけど。
なんかアジとかこんなんでやってほしいんですよね。大きくはないんで。あ、これフグっぽい。やっぱりフグか。メタルジグでフグ。